感していただいて他の車にはないっていうところの魅力を感じてもらって、それは本当に乗ってもらってとエンジンの音聞いてもらって、そうするとなんとなくその車って自分でこう動かすのにこんなに楽しいのかなっていうことを、そんなに最高速を出さなくても